アンドルーズ空軍基地にて、ミスアメリカは1921年に始まった、アメリカ合衆国を代表するミスコンテスト。初代ミスアメリカ、マーガレット・ゴーマン1921年9月7日に、第1回大会がニュージャージー州アトランティックシティで行われ、中止された年は少なく、戦争中も開催されていた。 1954年からテレビ中継が始まり、全米ネットで放送される。特に、1979年までの25年間、バートパークスが名詞会社として話題を集めた。なお、バートは1990年の70周年記念大会にゲストとして特別出演した。会場であったボードウォークホールの横には、バートの銅像がある。 1980年代には、ゲイリー・コリンズ。1990年代には、レギス・フィルビンとキャシー・リー・ギフォード。2000年代後半には、マリオ・ロペスが司会を務めた。1984年大会には、バネッサ・ウィリアムスが優勝し、黒人初のミス・アメリカが誕生した。しかし、ペントハウス誌に掲載された彼女の写真をめぐる、スキャンダルにより、バネッサ自らが、 タイトルの返上を申し出たが、彼女の承諾なき不当な掲載であったことが確認されたためタイトルホルダーとして認められている。そうした経緯で、第2位のシュゼット・チャールズもミスアメリカとして認められている。2001年大会には、ハワイ州代表のフィリピン系アメリカ人のアンジェラ・ペレス、バラキオが優勝し、初のアジア系のミスアメリカとなった。2002年大会は開催直前に、 アメリカ同時多発テロ事件が発生。大会も大イベントの自粛ムードで危ぶまれていたが、予定通り開催された。しかし ABC は2005年大会をもって中継契約を打ち切り、2006年から開催都市をネバダ州ラスベガスに移し、テレビ中継もカントリーミュージックテレビジョンに変更されたが、2007年大会をもって放送契約を打ち切り、 2008年から2010年までは TLC で放送された。2011年から3年間は ABC で放送され、2014年大会は再びアトランティックシティで開催された。その2014年大会にはニューヨーク州代表のインド系アメリカ人のニーナ・ダブルリが優勝し、アジア系アメリカ人としては二人目のミスアメリカとなった。しかし、ネット上などでは、 ダブルリオ、アラブ系、あるいはイスラム教徒と思い込んだ人々からの抽象が相次ぐ事態となり、その一方で人種差別的なコメントをする人々への非難も起こるなど、単なるミスコンテストを超えた社会問題となった。2018年1月、ミスアメリカ気候会長に1989年大会優勝のグレッチェン・カールソンが就任。さらに6月、水着。 イブニングガウン審査を廃止すると発表した。2020年大会は舞台をコネチカット州のモヒガンさんで開催が決定し、同時に1996年大会以来となる NBC で放映が決定した。2020年は新型コロナウイルス感染拡大で2021年に100周年記念大会として延期される。そのためミスアメリカ2019は2020年12月の 人気切れを迎えても1年に延長されることが発表された。ミスアメリカのテーマ曲は1954年からゼアシーズで開催地がラスベガスに移ってからは歌詞の前半部分がなくなった。最多優勝回数はカリフォルニア州、オハイオ州、オクラホーマ州の各6回ずつ。大会が17歳から24歳の米国籍を有する未婚女性が参加し、 各州代表の地区予選、ミスアメリカ各州代表大会を勝ち抜き、ミスアメリカの舞台に立つ。全米50州に、コロンビア特別区、アメリカ領、バージン諸島の代表52名が参加する。大会は水着、イブニングドレス、タレント、インタビュー審査を経て、優勝者を決める。各予備コンテストの入賞者には、奨学金が授与される。またコンテストの優勝者には、 奨学金5万ドルが、第2位には2万5千ドル、第3位には2万ドルが送られる。2010年のミスアメリカ、カレッサ・キャメロン2008年のミスアメリカ、キルステンハグランド2007年のミスアメリカ、ローレン・ネルソン。ありがとうございます。